ケニア、アメリカ国際大学の学生らが来学。5月4日、創価大学の交流校であるケニア、アメリカ国際大学から教員と学生5名が来学。キャンパスを見学した後、交流会を開きました。院卒の教授は本学の卒業生、中村さんです。創価大学の学生にとっても直にアフリカの方々と触れる機会ってそれほど あることじゃないと思うんですが、やっぱり直にこう話すことによってお互い、あ、人間ってどこから来ててもどういう色の肌でも一緒なんだってこう共感する瞬間があるというか、やっぱりそういうところから本当の国際交流というか、こう世界平和の一歩が始まるんじゃないかなと思っております。